産休の授業だって会計理論分かってなかったのか、しゃべりませんよ。覚える力できるよね。産休だから簡単です。簡単じゃないもんね。それはね、やっぱ会計理論っていうのを学習したからこそ教えられるんですよ。ね、で、僕はね、いつも言ってます。で、皆さんも日照一級目指してますよね。やってきやすいよ。そのデモーションを目指す人もいるよね、会計してるし。日照一級、前級上級、ね、目指してるということですけど、ね、3級2級の知識が完璧じゃないと1級は上がりませんからね。それね、いつも言ってるからね、3級2級が一定の曇りもなく分かってもらったんだという状況ね。要するに基礎が人に説明できるレベルだと。東京だってレベルじゃなくて、3級2級は人に説明できる、つまり講義ができるレベルで分かんないとダメだよって言ってますね。その2級3級レベルだからね。はい、それがこれなんですよ。これでくっつけると、ね、はい、じゃあね、非常に重要なとこになります。非常に重要、ね、点数的には10点とか15点なんで、西尾一級100点の10点から15点くらいなんですよ、点数的に。だからみんな西尾一級生はあんまり勉強しない、でも大事です。間接的にものすごく役立つからね、連動するからね、はい、だからね、ここはしっかりとね、勉強を教えてください。会計士ね、はい、で将来会計士選手目指すという人もね、プラスにいっぱいいますから、ね、その人ももちろんこれ科目になってるぐらいですからね。会計理論だけで1科目ですから、会計士選手って要するに重要だったんですよ。簿記が1科目、会計理論が1科目なんですよ。はこれがほとんどで、20秒ね。で、これがちょろっと。しか出てねえから、みたいなね。ね。はい。でも、2月前傾上級、みんな受けますよね。2月の前傾上級は、こっち結構受けますから。